どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ちょっと細かい話ということで、キャッシュレス、ホテル、航空会社、1週間のね、ニュースまとめてね、紹介していきたいなと思います。ということで、早速ね、内容に入っていきましょう。こちらちょっと先なんですけども、品川区のね、キャッシュレスポイント還元事業ということで、キャッシュレスで最大20%還元キャンペーンが きます6月1日から6月30日ということで、えー、まだね、2ヶ月以上先なんですけども、えー、品川区でですね、キャッシュレス、えー、利用していただくと、えー、20%還元キャンペーンが来るようですね。で、1、えー、決済事業サービスごとに1回当たり2000円相当、1決済サービス事業者期間ごとに1万円相当はね、上限っていうふうになるわけなんですけども、こちら aupay、d 払い、paypay、えー、楽天 pay ということで、これいいですね。これね、今、市区町村ごとにね、結構やっ ってるんですけどもこれいいですよねうちの地区町村にもね来てくれないかなっていうところなんですけどもまぁ、あ、ちょっとこちらね6月1日ということでかなり先ですけどもねこういったキャンペーンが来ますそれでは次にですね2023年3月26日にポンタポイントと s ポイント相互交換サービスを開始ということで え、こちらね、ポンタポイントと S ポイントで、ね、相互交換ができるようになりました。こちらね、非常に両方で、ツイッターでね、かなり話題になったわけなんですけども、この S ポイントっていうのはですね、阪急百貨店、阪神百貨店をはじめとした、スーパーマーケットやショッピングセンターなどで使えるたまるね、共通ポイントっていうふうになるわけなんですけども、このポンタポイントから S ポイントがね、開通いたしましたということで、事実上、このポンタポイントをですね、D ポイントに交換することができたり、T ポイントとかにね、交換することができたり、 することができるようになりましたですので間接的ではありますけれどもポンタポイントも ANA マイルでね交換することができるようになったんですよねでこんな重要な話をねなんで平井さん一本の動画にしないんだっていう話なんですけどもこの s ポイントからですね t ポイントエ、えー ANA マイルね70%交換することができる j q ミズフルートに乗せたい場合まあ、t ポイントが jr キューボに乗せなきゃいけないんですけども ホンタポイントから S ポイント。で、S ポイントから次のルートがね、このハッピーポイントなんですよね。 で、このハッピーポイントっていうのは、えー、関西電力のね、ポイントサービスということで、関西でね、関西電力を利用されている方は、めちゃくちゃこれ、朗報なんですけども、この S ポイントからハッピーポイント、ハッピーポイントから T ポイントで JRQ ポルートでね、n m r の方にね、交換することができるんですけども、このハッピーポイントっていうのは、ちょっと私の方でね、電話でね、あ問い合わさせていただいたんですけども、このハッピーポイントっていうのは、 関西電力と契約がないと利用することができないポイントサービスなんですよね。 ですので、私はね、ちょっと以前ね、この関西電力使ってる時期がございましたので、今ね、ログインしてポイント交換とかね、おとといぐらいにやってできたんですけども、ま、今後私もね、今もう東京電力切り替えてるので、今後利用することができなくなるということで、ま、ポンタポイントからね、この ANA 周りに交換するには、この関西電力のね、契約はね、ないと利用することができないっていうふうになるんですよね。これがね、縛りが外れればですね、このポンタポイントも ANA 周りに交換することができますし、 ね、D ポイントとかも、まあ、かなり遠回りにはなりますけども、交換することができるっていう風になりますんで、D ポイントポイント増量キャンペーンね、今、3月31日までね、やっておりますけども、こういったのにも載せることができるって言ったがちになるんですよね。まあ、非常にね、大きいんですけども、このね、ハッピーポイントがね、関西電力と契約がないとね、利用することができないっていう公式回答をいただきましたので、関西電力使ってない方はね、厳しいかなっていうところなんですよね。 もしね、なんかこういったルート、あ、平井さんありますよみたいなのがございましたら、ぜひね、教えていただきたいなと思うんですけども、このハッピーポイントのね、あの、公式デスクの回答だと、まあ、関西電力がね、契約がないとこのポイント自体ですね。まあ、平井さん今は使えますけども、今後使えなくなりますっていう回答をいただいておりますので、まあ、ちょっとね、ポイント交換のために電力会社をね、えー、関西電力にする。一応ね、関東の人もね、関西電力契約することができるんですけどね、 まあ、なかなかそれのためにやる人ってのはいないと思いますので、一応ね、開通はしたっていう感じなんですよね。それでは次ですね。スルガ、セルゾン、プラチナビジネス、アメリカンエクスプレスカード取扱い開始ということで、こちらね、2024年の4月1日からですね、スルガ銀行のセゾン、プラチナビジネス、アメリカンエクスプレスカードね取り、取り扱い開始になるみたいですね。まあ、スルガ銀行とセゾン、プラチナ、まあ、どういった感じでメリットがあるのかなっていうところなんですけども、今 静岡銀行のセゾンプラチナってポイントサイトに案件あるんですよね？で、このセゾンプラチナっていうのはまあ、中身はね。セゾンプラチナビジネスとね。一緒なのでプライティパスとかもね。無料で利用することができますよね。 おそらくこちらもね、もしかしたらポイントサイトに出て、えー、初年度年会費実質無料みたいな感じでね、利用することができるかもしれないっていう風になりますんで、これはちょっとね、期待ですよね。まあ、私みたいにですね、できるだけこのプライオリティパスをですね、まあ、お金をかけないで発行したいっていうね、まあ、ポイントサイトの初年度実質年会費無料を渡り歩くみたいなことを私はしてるんですけども、まあ、そういった感じで利用することができればですね、かなりいいですよね。一応ね、今後この案件が出てくるかもしれないっていうことは覚えておいてください。 それでは次にですね、ダイナースがですね、ちょっとポイント交換率は悪いんですけども、PayPay ペイペイギフトカードにポイント移行がね、できるようになりました。こちら3月の29日にね、プレスリリースで発表されておりますので、ダイナースね、保有されている方で、まあ、どうしても PayPay ペイペイにね、あの、利用されたいっていう方は、5000ポイントが2000ポイントということで、かなりレートは悪いんですけども、まあ、選択肢の一つとしてね、利用することができるっていうふうになります。 それでは次にですね、ミニダイナース新登場ということで、ダイナースのクレジットカードはこの車のミニありますよね。こちらとの提携カードをですね、発表いたしました。これが4月の1日からね、発行開始して、またね、車の購入とかにもね、使えるみたいですので、これはいいですよね。もしね、このミニの車ね、好きな方はこのダイナースね、発行していただくのもね、いいのではないのかなと思います。あと、この白いカードデザインね、結構かっこよくないですか 私は結構ね、見た瞬間、あ、これいいなと思ったんですけども、4月1日からね、入会して、キャンペーンなんかもね、行われるようです。それでは次にですね、私がね、ちょっと前にね、ハワイ行った時に JCB プラザのラウンジ、一時ね、閉店してて利用することが、まあ、なんつうか、仮営業店舗みたいなところしか利用することができなくて、 その動画もね、残ってると思うんですけども、やっとね、ホノルルリニューアルオープンということで、2 0 2 0年3月28日にこちらね、PR タイムズに出ております。4月の1日からですね、JCG プラザラウンジホノルルリニューアルオープンいたしますということで、またね、リニューアルオープンに伴い、オープン当日から2 0 2 0年6月30日まで JCB プラザラウンジホノルル来店プレゼントキャンペーンも実施いたしますということで、 え、ハワイね、行かれる方は、これね、え、ワイキキショッピングプラザにね、え、この、何階だったかな ?2 階か3階にね、この JCB のラウンジあって、このロゴのあるクレジットカードだったら何でもこのラウンジね、利用することができるっていうふうになりますんで、ぜひね、この来店プレゼントキャンペーンね、え、もらっていただければなと思います。まあ、このね、JCB プラザっていうのはですね、Wi-Fi であったり、え、お手洗い、あと、 え、荷物の預かりとか、ベビーカーの貸し出しとかちょっとやってるかどうかはね、わかんないんですけれども、荷物の預かりとかもね、してくれるっていう風になりますんで、ホテルチェックアウトしてからの最終日の観光とかですね、そういった時にね、利用していただくのね、非常におすすめっていう風になりますんで、特にね、国際ブランドが JCB なだけで、どのカードでもこのラウンジね、利用することが無料でできるっていう風になりますんで、ぜひこちらね、ハワイ行かれるよっていう方はチェックね、しといてください。店内もね、非常に綺麗になって、 めちゃくちゃ良さそうですよね。それでは次です。こちらも PR タイムズから、6京都、本格的なテント式サウナが登場、宿泊プラン、え6京都、ルームサウ、 ルームテラスサウナ販売開始ということで、まあ、めちゃくちゃ高いと思うんですけども、6京都のね、あの、プールに多分直接行ける客室だと思うんですけども、プライベートサウナを楽しめるプランをね、2 0 2 0年5月の7日より予約受付開始ということで、こういったのもね、あの、利用することができるっていうふうになりますんで、サウナ好きな方はね、めちゃくちゃ良さそうですよね。まあ、ちょっとね、6京都で普通の利用だとめちゃくちゃ高そうですけども、もしね、気になる方は予約ね、検索してみていただければな、 とと思いますすす、えー、5月の7日から、ね、利用るることがでできるようですそれでは次にですね、住信 SBI ネット銀行デビットカード利用で1億円山分けキャンペーンということで、これね、いいです。まあ、私みたいにですね、えー、SBI プラチナビデビットね、私持ってるんですけども、こちら持ってる方はですね、対象のデビットカードを Apple Pay か Google Pay に登録いただき、500円以上利用していただくと、1億円山分け上限200円が、えー、もらえるキャンペーンっていう風になります。これ、正直ですね、利用 そううすすすするる人ももねねねねんんんななにににいいいとと思思でででけども、まあ、登録方方法こ、ね、こちちらら書ててありますののののアププリのトップ画面下出よ私もこれ出てて設定はしてないんですけども、もしね、エントリーしていただいて設定して500円以上利用するとね、まあ、200円上限で山分けでポイントもらえるっていうふうになりますんで、適当にね、500円以上使っていただければ OK っていうふうになりますんで、保有されている方、プラチナデビットもしくはデビットカードですね、マスターカードブランドね、持ってる方ぜひね、チェックしてください。 それでは次ですしろーでイオンペイでポイント20倍キャンペーンが来ますこちらねポイント20倍なんで200円で1ポイントだと思いますんで10%還元キャンペーンですねスシローでイオンペイ使えば10%還元で食べれるっていう風になりますんで これはめちゃくちゃいいですよね。しかも期間は4月1日から5月6日ということで、かなり長い期間やっております。で、対象のお支払いですね。イオンペイのスマホ決済ということで、イオンペイは i イ,イオンアプリもしくはイオンウォレットアプリでご利用いただけます。どちらでも対象となって、イオン JMB カード、和音ポイントが認定されないカードを登録したイオンペイのお支払いは、ポイント付与対象外っていうふうになりますんで、残念ながらね、イオン JMB はね、対象外っていうふうに なります。で、ポイント付与時期なんですけども、えー、お支払いの方法によって、新定時期異なるということで、イオンマークのカード払いの場合は、毎月の請求額、明細にて新定、チャージ払いの場合は、通常が即、えー、倍率20倍分に関しては、7月上旬にね、新定っていうふうになります。 それでは次です。こちらも PR タイムズなんですけどもえ、今ここでしか味わえない贅沢な時間をということで、ラグジュアリーカードプロデュースする LC コンセプトバーが3月29日、東京日比谷で期間限定オープンということで、めちゃくちゃ良さそうですよね、雰囲気ね。で、またね、チョコレートとかもラグジュアリーカードの あって、またね、ラグジュアリーカード、オリジナルカクテルとかも楽しめるみたいですね。もちろん、こっちは有料で利用するみたいな、そんな感じだと思うんですけども、ラグジュアリーコンセプトバーのために限定生産されたジャ,ジャパニーズダークスピリットコラボレーション商品、20年熟成なんかもね、あるみたいなんですよね。もしね、ラグジュアリーカード保有されている方は、ぜひね、チェックしてみていただければなと思います。あ、お値段下に書いてありますね。ドリンクリストから2グラス、ポークジャーキーで4000円。 ドリンクリストから2グラスカツサンドで5000円っていう感じですね。まあこんなもんですかね。はい。まあ高いだろうなと思ってましたけども、やっぱり結構いたしますね。それでは次にね、今週の一番の秘宝、一つの動画にしようか非常に迷ったんですけれども、 え、海外での D ポイントの利用条件変更に関するお知らせということで、え、今後ね、D ポイントを今ね、ハワイで1ポイント1セントで利用することができるんですけども、4月1日より順次改定いたしますということで、えー、残念ながらですね、今後 D ポイントは1ポイント1セントで、 ハワイで利用することができません。まあ利用することはね、今後も利用することができるんですけども、今ですね、100ポイント1ドルでね、利用することができるっていうふうになりまして、1ポイントから利用することができますよね。ですので、1ポイント1セント、え100ポイント1ドルで、 利用することができて今のドレーンのレートだと1ドル、ね、140円から150円ぐらいでね、利用することができてたんですよね。まあこれが4月1日からですね、為替レートは四半期の第1営業日に設定されます。為替レートは前月末の時点でのレートとなりますということで、今後はレートが変動するっていうふうに なるんですよね。ですので、今後はですね、1ドルが150円のレートの時は、100ポイントが100円相当0.67セントでまあ利用するみたいな、まあ、こういった形になりまして、まあ、とりあえずですね、今後はね、この為替の影響を まあ受けるようになってしまうっていうふうになりますんで、まあ今までのようにですね、100ポイントね、150円とか140円とかで利用することができなくなるっていうふうになりますんで、これはね、非常に残念ですね。ですので私のね、先日ハワイでね、利用させていただいた動画、まああれもね、4月1日以降は利用することがね、同じようには利用することができないっていうふうになりますんで、 非常に残念ですね。またね、D ポイントをもらう場合もですね、変更されるっていう風になりますんで、まあこちらあんまり利用してる方ね、私の動画見てる方いらっしゃらないと思うんですけども、めちゃくちゃお得に今まではね、利用することができてたわけなんですけども、まあ今後はね、こういったことで利用することができないっていう風になります。まあ、ポイントがね、海外で使えるっていうのはね、非常にいいメリットがあるわけなんですけども、まあお得ではなくて、まあ普通、まあ日本で使うのでね、そんなに変わらないっていう風になります。で、 今後ですね、これの対策としては、やはりね、これですよね。実はっていうわけじゃないんですけども、ポンタポイントもハワイでね、利用することができるんですよね。まあ私の動画でもね、言ってると思うんですけども、一応ね、同じような店が、ポンタポイントと D ポイントね、同じような店がね、入っているわけなんですけども、断然加盟店はね、D ポイントの方が多いっていう風になりますんで、ポンタポイントね、すごい少ないんですよね。それでもですね、こちらはまだね、1ポイント1、1ポイント、 セントでね、えー、利用することができるっていうふうになりますんで、まあ、正直これもね、いつまで持つかわからない部分はございますけども、まあ、今後はね、ハワイ行かれる際は、えー、ポンタポイントでね、持ってっていただいて、こちらを中心にね、利用していただければですね、1ポイント1セントより利用することができるっていうふうになりますんで、こちらもね、合わせて覚えておいてください。 それでは次ですね、こちらはリバインドでございます。えー、この動画出てるのね、3月の30日か31日になると思うんですけども、えー、ポンタポイントから、えー、ジャルマイルのレートアップキャンペーンね、3月31日で終了になります。 もしね、まだ交換されてないよっていう方は、この機会にね、JAL マイルに交換していただくと20、20%増量でね、利用することができるっていう風になりますんで、2024年3月31日午後11時59分までにマイルの申し込みを完了された方は対象っていう風になりますんで、まあ、この動画見てね、あ、交換し忘れてたって方は、ぜひね、早めに交換ね、しといていただければなと思います。それでは次に、マリオットボンボンホテルなんですけども、 こちらね、マリオットのプレスリリースで発表されておりまして、マリオットバケーションズクラブってありますよね。まあこちらね、私の動画ずっと見てる方知ってるかもしれないんですけども、これね、ニューヨークにあるマリオットバケーションズクラブパルスっていうホテルなんですよね。昔ストランドホテルっていうね、このバーが非常に有名でね、目の前にエンパイアステートビルガツンって見えるね、超有名な ホテルのバーで、まあ、ここはね、マリオットバケーションズクラブが買い取ってストランドホテル、ストランドホテルだったと思いますけれども、今ね、あの、バケーションズクラブの一つのね、ホテルになってるんですよね。もうもうちろんね、私はマリオットボンボン ホテルでね、あの、ね、普通にこちらね、予約することができるっていう風になりますんで、宿泊したことあるんですけども、こういったね、マリオットバケーションズクラブがですね、なんとですね、こちら、えパワーアップ、まあ、強化がねえ、されるっていうことが発表されて、またね、新しくワイキキのリゾートにもですね、この新しくなったえマリオットバケーションズクラブのね、えホテルがですねえ、開業するっていうことが発表されたんですよね。ちょっとこちらね、日本語に。 訳させていただきますけども、こちらですね、マリオットバーケーションワールドワイルドが運営する、バケーションオーナーブランドのポー,ポートフォリオであるマリオットバケーションクラブは、都市を訪れること、そのサイトを見ることと、その秘密を発見することによって、真に体験することが違いを理解しています。それを念頭において、同社本日、マリオットバケーションズクラブシティコレクションを発表しますということで、 このコレクションは、以前はマリオットバケーションクラブパルスとしてブランド化されていたものを含むマリオットバケーションクラブブランドのプロパリティで構成されており、7つの活気に満ちた都市であり、非常に求められている都市部の他のブランドバケーションクラブプロパティも含む拡張計画にありますということで、こういったのがですね、発表されたんですよね。マリオットのね、バケーション まああの、タイムシェアね、持ってる方、まあいらっしゃると思いますので、多分案内来てるんじゃないかなと思うんですけども、えー、このね、下の方にですね、オノルールに位置する新しいプロパティは、一つのベッドルームとスタジオユニットを組み合わせて備えた2階建ての売店と110の客室を持つ予定です。提案された屋上のアメニティにはプール、フィットネスセンター、バーがい、 ホノルルでも最も有名な小売通りの一つであるカラカウアアベニューに位置する新しいリゾートはオーナー、メンバー、ゲットが休暇の所有権利点について最も学ぶことができる1万平方フィートの販売ギャラリーを収容することが期待されています。現在予約は現在マリオット .com で将来レンタル滞在のために開いています。オーナーズ・イン・アバウント・バイ・マリオット・バケーションズは クラブポイントを利用して2 0 2 0年10月4日からチェックイン付きの滞在を予約できますということで、マリアットバケーションクラブね、保有されている方はですね、これね、今年の10月4日から利用することができるみたいなんでね、ぜひね、チェックしてみていただければなと。 思います。それでは次です。えー、3月29日にね、ジャイのプレスリリースに出ておりまして、機内で期間限定販売ということで、機、え、内、ー、販売25年を記念として、第2弾として特定便プレミアムエコノミークラスでも販売ということで、 このね、森井蔵っていつもね、ビジネスクラス以上じゃないとね、販売されてないと思うんですけども、こちらはですね、2024年4月1日より、機内販売にて JAL 国際線一部の路線における、ファーストビジネスクラス限定で販売するほか、JAL 国際線就航70周年並びに、森井像機内販売25周年記念し、2024年4月から5月の間は、特定の便にてプレミアムエコノミークラスでも販売いたしますということで、これめちゃくちゃいいですよね。 はい。私もこちらね、一回購入させていただきましたけども、非常に良かったんでね、またね、利用したいなっていうところなんですけども、こちらね、路線便限定にはなっているみたいなんですけども、プレミアムエコノミーでもね、購入することができるっていうふうになりますんで、これはね、非常に朗報ですよね。しかも j a l カードで購入していただければ、10%オフでもね、購入することができると思いますので、えぜひね、狙ってる方は、こちらね、チェックしといてください。 それでは次にですね、D 払い ID アップルペイ限定で ID 加盟店ビザタッチ決済対応に行って D 払いタッチ500円以上お支払いすると D ポイント1億円山分けキャンペーンっていうのが3月29日より開始になります。で、このね、キャンペーンはね、私的にはね、まあどっちでもいいなっていうところなんですけども、 なんとね、d 払いがですね、アップルペイにね、登録することができるようになったんですよね。またね、この d 払いのアプリでカード番号を出して、またね、バーチャルカードとかもね、利用することができて、アップルペイでね、追加チャージとかも利用することができるようになりました。ということですんで、こちらの解説をね、この後の動画でね、ちょっとやりたいなと思います。 はい。ということで、D 払いがですね、Apple Pay に登録することができるようになりましたということで、こちらね、何がいいのかっていうところなんですけども、まずね、今回 D 払いが Apple Pay に登録することができて、また Apple Pay で追加チャージができるんですよね。で、私の方でね、あの、チャージいろいろ試したんですけども、まあ、どうやらね、3D セキュアは通っていないっていうふうになりますんで、いろんなプリペイドカードありますよね。全部できません。あの、バーチャルカードが出せて、番号は出すことができるんですけども、Amazon とかね、EC サイトではバーチャルカードが出せるということで支払い次第はねすることができるんですけどもどっかのチャージとかには使うことはできないんですよね。でこのね D 払いで ApplePay に登録できて Suica にチャージができると何がいいのかっていう話なんですけども。 D 払いっていう風になりますんで、D ポイントの期間用途限定ポイントがですね、追加チャージで利用することができる。またね、バーチャルカードが発行できますので、EC サイト、Amazon とかでね、この D ポイントの期間用途限定ポイントとかもね、利用することができるっていう風になりますんで、これはね、非常にいいですよね。まあ、こちらだけにちょっとね、軽くやっていきたいなと思います。それではですね、まずね、D 払いを開いていただいて、なんと iPhone でもね、撮影ができないですね。これは困った。 ではですね、スクリーンショットで,ですね、ちょっとね、お見せさせていただきたいなと思うんですけども、まずですね、この D 払いのね、トップ画面で、ポイントを利用する、私は今1万6000ポイントぐらい入ってますけども、ポイントを利用するしないがありますよね。これをまずね、するにしといてください。で こちらね、すべてとかね、まあ、あの、ポイント使う量とかもね、あの、設定できるみたいなので、まあ、基本的にはね、すべてにしといていただければなと思うんですけども、まあ、こちらね、ポイント利用にチェックが入っていることを確認してください。で、次にですね、この右下にね、アカウントっていうのがあると思いますので、こちらアカウントをね、押していただきます。あ、こっから取れますね。はい。右下のアカウントに行っていただいて、アカウントがね、表示されると思いますので、下の方にね、行っていただきます。そうするとですね、支払い方法は D 払い残高ポイント 当の条件私は先ほどね言った通りり全てって書いてあると思いますけれどもえ全てをね選択しておりますで下の方にですね D ポイント利用っていうのがありますよねでその下にバーチャルカードっていうのがあると思いますのでバーチャルカードをねクリックしていただきます そうするとですね、こちら D 払いのですね、バーチャルカードがね、表示することができるっていうふうになりますんで、ここにね、カード番号とかセキュリティコードとかね、書いてありますので、こちらをね、入れていただければ D 払いで D ポイントを利用して Amazon とかのね、買い物が利用することができるっていうふうになります。で、下の方にですね、カードロックっていうのがありますよね。これをオンにしてしまうと、利用することができないっていうふうになりますんで、この点ね、注意してください。 それでは次にですね、Apple Pay のね、設定についてなんですけども、ちょっとね、私はもうやっておりますので、その画面がね、同じ風に見れないので、ちょっと公式サイトでね、説明させていただきます。はい、ということで、こちらね、あの、d 払いのタッチアップルペイっていうね、名前みたいなんですよね。で、この設定方法なんですけども、まずね、d 払いのタッチ設定ということで、d 払いタッチ設定のアイコンをタップしてください。で、次にですね、 こちらね、設定を始めるのところから、ここからね、あの、Apple Pay ね、登録したことある方、わかると思うんですけども、ここからね、もう一緒です。設定していただいて、えー、Apple Pay にね、追加していただくと、えー、利用することができるっていうふうになります。まあ、メインカードにして利用するのかしないかは、まあ、ご自身で決めていただいて、えー、これでね、設定完了するとですね、 画面ね、出しておきますけども、こういった感じでですね、Apple Pay に D バレーがね、追加になるって言ったらちになります。まあ、この後はですね、皆さんやったことあるので、活用させていただきますけども、スイカアプリ開いていただいて、右下の Apple、ね、Pay チャージでこの D バレーね、選択していただければ、D ポイントの期間用途限定ポイントでも Suica にね、チャージすることができるっていうふうになりますんで、これはね、非常に朗報ですよね。 どうやらね、ちょっと私パスモを使ってないので、ちょっとパスモわかんないんですけども、パスモできなかったっていう方もいらっしゃいましたので、もしね、パスモがメインっていう方は、もしかしたらこちらね、D ポイントでのチャージでできないかもしれませんので、この点はね、ご了承いただければなと思います。はい、ということで今回ですね、ちょっと細かい話ということで話ね、させていただいたわけなんですけども、この動画が出てるのね、3月の31日に、ね、なってると思いますので、まあ、3月31日ね、先週ね、話させていただいた ポイントサイトハピタスのね、D カードゴールドの案件であったり、アメックスゴールドプリファード。このアメックスのゴールドプリファードね、今13万ポイントね、紹介で入ればね、もらえるっていう風になるわけなんですけども、これも正直ね、いつまでやってるかわからないっていう風になりますので、もしね、発行検討されてる方、まあ、このクレジットカード系のね、あの、広告予算っていうのは、月が変わるとね、あの、ガラッと変わるっていう風になりますのと、またね、3月いっぱいで年度切り替わるっていう風になりますんで、もしね、このクレジットカードの このキャンペーン利用したかったな、みたいな感じでね、思われている方は3月中にですね、利用していただいた方がですね、まあ、安全かな、なんていうふうに思いますので、まあ、キャンペーン自体はですね、いつ終わったらね、もうそのキャンペーン利用することができないっていうふうになりますんで、この点はね、注意していただければな、と。 思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画がに立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント、最近ね、LINE 公式アカウントで、t p 診断、マイル診断、マイルクレカ診断、ポイントサイト診断ね、ぜひね、こちらから無料で利用することができますんでね、チェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。